電車を含む交通網に多大な影響を及ぼした大雪。現役バスもご覧の通りすっぽりと雪に埋もれています。ここは第2駐車場。積み上げられた雪山はキャンピングカーの背丈をはるかに超えています。現在地は北海道石狩郡新篠津村、温泉併設の道の駅新篠津。札幌駅から北東33キロに位置し、夏場はキャンプ場の併設もあり、家族連れでにぎわっています。あら、やっぱり道路封鎖、残念ですね。バックします。一体駐車場に突入。大きな輸入車でも大丈夫かな。続きは後ほどご覧ください。安めの旅車です。どうぞよろしくお願いします。キャブコン、バスコンと乗り継いで、今はフィアットデュカトローラーチームリビングストーン K3 に乗っています。キャンピングカー所有経験を生かした快適化を、時には旅動画も交えながら紹介させていただきますので、興味を持っていただけましたら、チャンネル登録と合わせて高評価もよろしくお願いします。それではどうぞ。
までご覧いただきありがとうございます。キャンピングカーの経験を生かした動画をこれからも配信いたします。今回の動画で興味をお持ちいただけましたら高評価をお願いします。それとまだチャンネル登録がお済みでない方は登録もお忘れなくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。